3日聖火のお時間となりました。今日は、この聖火の段の方から、選教欄でですね、素敵な曲ですけど、険しき山道かな、確認してみます。聖火の534番ですね。534番。険しき山道か。これは聖書のヨハネの音書の10章の3節 己の羊の名を呼び,呼び、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 呼びて引き出す、呼び、ね、呼び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 、でび、呼び、呼 <coughs> び、呼、え、び、ー、でび、呼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 、は、び、い、呼び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 、 手はしきやまみちか嵐の海かところは知らざれど主の召しあらん主の助け御声こえをしみ 知らせば、身胸を成したまえ直ちに我ゆかん。主の使わしたも道、露知らざれど、身胸を成したまえ ただちに割れゆかん。今日もしみこえあらわん。我がみそばあさりて。迷える子羊をとくつかかえれと。 道険しがるとも、弱は暗くとも、身胸をなしませと、直ちに割ゆかいわん。 主のつかわしたもみちつゆしらざれどみむねをなしたまえとただちにわ <laughs> れいわんかりいれちかづけりみよみよ 他のものを使わしたまえ主よ我が身をも主のみたすけあれば我なしうべし身胸をなしたまえと ただちに我れ言わん。衆のつわしたも道、ゆ知らざれど。見胸をなしたまえと、ただちに我れ言わん。険しき山、 道嵐の海かところは知らざれど主の飯あらん主ののたもみ声を,えをもし耳にせば 見胸をなしたまえとただちにわれ言わん衆のつかわしたもみちつゆ知らざれど見胸をなしませと ただちには霊はんはい、えー、感謝いたします、えー、聖歌の534番あ険敷山道家でした、えー、なかなか素敵な曲ですけどなかなか難しいですね、えー、一節を折り返し賛美いたしましたはい、えー、このー聖歌この賛美をの おおあなたの心の魂に、えー、この成果あなたのもとにマスタート、ま、のーー賛美成果の時間でしたマスタート、ま、のおー YouTube チャンネル登録またあコメントいいねボタンとよろしくお願いいたしますまた聖書をもらうお友達を募集してますので一緒に聖書を学んでみませんかはいマスタート、ま、でした次回の、えー、成果 サンの時間でお会いいたしましょう。おマスターとした仕シュアゲパッションブレズシャロムシャロムシャロム。